こんにちは。太極拳インストラクターの竹内健二です。今回の動画は42式太極剣をお送りいたします。ぜひご覧ください。42式太極剣、八景動作の説明をいたします。42式太極剣では八景動作が3つ入っています。ゴンブーボンジェン、ゴンブーシャーツー、マーブートゥイジェン、この3つになります。八景練習をお伝えします。布や手ぬぐいを使って八景動作を練習しましょう。中心部から末端に力を伝える際、このように紐状のもの、これは手ぬぐいを使いますけれども、ゴンブーボンジェン、ゴンブーシャーツー、マーブートゥイジェンを練習してみたいと思います。肩、肘、手首、指先、そして手ぬぐいの先に力を伝える動きになります。これはゴンブーボンジェンの形となります。ゴンブーシャーツー、斜め下に力を出すやり方もこのように手を下に動かしていきます。マーブートゥイジェンでも一旦重心を戻して先端に力が伝わる、このような練習方法も効果的かと思います。
今回も最後までご覧くださり誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。また各種太極拳動画をアップしておりますので、そちらも合わせてご覧いただければ幸いです。それではまたお会いしましょう。